GA エンジンは、日産自動車が開発、製造を行った、直列4気筒ガソリンエンジン LPG エンジンである。現在では、ベアエンジンを含めて、生産を終了している。Z 型エンジンの後継として、中型乗用車、商用車、上級乗用車の連価使用、商用車、ワンボックスカーを中心に搭載され、1980年代、90年代後半まで、 生産が行われた。初期のサイチェシーヘッド仕様は、Z 型の直接の後継エンジンとして位置付けられ、ツインプラグ急速燃焼機構の技術継承及び、ナップス X の相性が与えられていた。コンピュータ解析を活用し、Z18 型エンジンと比べ3 5ラム軽量化されている。サイチェシーヘッド仕様は前述のように、 ツインプラグが DOHC ヘッド仕様は点火システムとしてダイレクトイグニッションがそれぞれ用いられていた。日産の FF 社では初の DOHC 化されたエンジンである。燃料供給装置は電子制御方式のキャブレター、または日産 ECCS 制御方式の燃料噴射装置が組み合わされ、こうした電子制御方式のエンジンは後にプラズマの相性も与えられ、 トヨタのレイズシリーズに対抗することともなった。同世代のディーゼルは CD エンジン、後継は SR エンジンである。CA16SCA16 で CA18PCA18SCA18ICA18ECA18ETCA18、e、CA CA で CA18DETICMCA18DETIC CA 付け CA CA18DETRCA20SCA20PCA 20SCA20E ありがとうございます。